チューバーよーい、はい、いよいよやってきました。やってきました。新総会で、はい、今年の一文字、はい、書くということで、で、プレゼント企画で当たった人に3000円の金額は言ってない、言ってない、缶詰6缶詰合わせが、はい、をプレゼントするということ で、ね、今日迎えましたが、はい、一点残念なお知らせがあるんですね。そうですね。はい、まあ本当に今ね、オミクロン株が猛威を振るっていてですね、法人全体で、70何名集まる、まあ、新総会というね、大事な事業計画発表の場だったんですが、ずっと準備をしてきてですね、もうあの担当の中田くんとかね、さんとかまあ、いろいろ会場を取ったり、まあ、いろんなことをしてくださったんですが、もうここで今その全職員が集まることはもうリスクでしかないということで、なんと中止になりました。はい、まあ、中止というか延期というか、そうですね、はい、まあ、状況を見てまたやりたいなと思うんですが、今回はやらないということで今日を迎えまして、はい、でもプレゼントするよって言ったんだから書かなきゃねって言ってね、そうですね、であえて僕たちは皆さんのコメント関係なく、はい、ちゃんと、心に、思った大事な今年の1年の抱負の漢字をね、はい、さっき書いたんですね。さっき書きました。もうちゃんとこう緊張しながら書きましたんで、はい、発表していきたいと思いますね。はい、どっちからしますか。じゃあ竹島さんから。僕からですか。はい。それでは、竹島の2022年、バンブーグループとしては11年目ですかね。丸10年経って11年目に入った。2022年、今年の1年の抱負、目標は、じゃん！やっぱり、歩むでございます。もう多分、4年ぐらい書いてないかな。はい。やっぱり法人としてニーズがある限りということで、誰か望む人がいるんであればそれを形にしていくという法人の大きな合言葉がありまして、なのでやっぱり止まることを少なく、まあ、つまり止まることなくちょっとでもいいから前へ前へということで、行きたいなと思います。だから野獣馬がいるぞ。出たがりかな、あれピンクおじさんね、多分ね。ですかね。うん、ピンクおじさんだと思います。はい。ということで、僕の、一文字。はい、じゃあ、金谷さんどうぞ。じゃあ、私の漢字は。一緒かな。あ、ちょっと待って、去年は挑むだったな。挑戦の。はい。はい、私は、じゃん、笑うです。おー、笑う、はい、あ、変えてきた。笑う。はい。去年ぐらいから、竹島さんに、笑ってるで、なんかちょいちょいツッコミありましたよね。なんかそうだっけ、ありました、疲れてるみたいな感じがあって、あ、どうしたとかね。そうです、そうです。はい、はい、まあ何があっても笑って過ごしていこうかなっていうことがあって笑いにしました。はい、辛いの。なんか辛いの、まあ、いろいろあるんですけど、いろいろあるの、いろいろ、まあ、はい、笑って過ごせたらなと思って。もうみんな気になってるよ、いろいろあるの。素晴らしいですね。ピンコジさん。まあコロナの、ね、状況もあって、みんな、はい、辛い思いもしてる人もいると思うので、うん、笑っていれば嬉しいことがあるかなって。なるほど。はい。笑うにしました。笑うにしました。はい。じゃあ皆さんに宣言したんでね。はい。笑ってくださいね。はい。はい、動画の中では。動画の中では。他のところでも動画を常に笑ってお届けできるように頑張ります。はい。はい、なんかまあ新型コロナ、なんかこう心がね疲れてくる中で、でもまあ笑っていれば幸せになるんじゃないかとかね、なん
か新たな幸せの価値みたいなこととか、なんかそんなこともいろいろ思わされているところであるんでね、はい、はい、じゃあもうニッコニコで笑ってください。ニッコニコで、はい、というわけで、歩むと笑うショー、はい、はい、ということで皆さんどうでしょう、当たったでしょうか当たったでしょうか、ちょっとコメントチェックしていかないといけないですね、はい、ちなみにサインつけたんです。あ、そうです、はい、私もこれ何 7? 7です、7ですね。これは僕はあの竹島 T の字に竹島になっていて6月7日生まれの正真正銘の大学生の授業中に考えたというお前授業受けてたのかってこれサラサラっと書ける僕のサイン付き歩むと、7サイン付き笑う、これ当たった方にプレゼント缶詰と一緒にプレゼントいらねえはなしですよ、もう喜んでもらってもらいたい、それとセットなんで、ヤフオクに出てたりして、ね、これを売られてね、出ない、メルカリとか出ないですね、出ないですね、出ない、はい、まあ差し上げますんで、はい、はい、じゃあ当たった方、ダイレクトメッセージでお送りしますか、はい、メッセージ送るので、はい、はい、当たった外れも送る、いや、当たった方だけに、送りますので、はい、じゃあ明日その結果報告発表なんでね、はい、あともう一つですね、すいません今日長いんですけど見てください、アンパンマンです、アンパンマン、やっぱね、やる気、勇気、元気のアンパンマンの後ろであえて飛ぼうということにしてどうでもいいです、すいません、はい、というわけで、今年1年ですね、はい、皆さんまた応援よろしくお願いいたします、ありがとうございます、さよなら。